日本共産党でございます。本日総選挙が公示されました。ただいまよりこの場所をお借りいたしまして、政党を選ぶ比例代表選挙の愛知県出発式を行います。本日司会を務めます、私参議院愛知選挙区予定候補の須山はつみです。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず日本共産党比例東海ブロック責任者の岩中正美県委員長から訴えさせていただきます。出発式にお集まりいただいた皆さん、本当にご苦労様です。いよいよ総選挙の火蓋が切って落とされました。10月22日が投票日であります。12日間の短期決戦であります。まず最初にこの総選挙で野党共闘の勝利と日本共産党の躍進のために、皆さんに最後までご支援ご奮闘を心からお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、安倍首相は臨時国会冒頭に解散をいたしました。しかし解散の理由については一切説明ができません。国民の6割7割の方が納得できないと言っておられます。国会を開けば森友賭け疑惑で追及を受ける、今しかないという解散であります。まさに安倍首相の自己保身のための解散以外の何者でもありません。同時にこれは野党と国民の皆さんが安倍政権を追い詰めた結果であります。皆さん、今度の総選挙で暴走を続ける安倍政権にきっぱりと退場の審判を下すのではありませんか。皆さん、5年間の安倍政権は何だったんでしょう。秘密保護法、安保法制戦争法、共謀罪の強行、どれも憲法違反の法律であります。これだけ憲法をないがしろにした政権はかつてありませんです。さらに沖縄辺野古沖への米軍新基地建設の強行、原発再稼働の推進、これだけ民意を踏みにじる政権もかつてありませんでした。さらには家計森友疑惑に象徴される国政の私物化、これもかつてなかったことであります。皆さん、この安倍政治に対して多くの国民の皆さんが怒りを募らせております。今度の総選挙は安倍暴走政治をストップさせる歴史的なチャンスであります。皆さんと共に頑張って安倍暴走政治を退場させる審判を下したいと思います。皆さん、今度の選挙の政治的対決構図は自公とその補完勢力対野党と市民の共闘であります。メディアは三極対決と言っておりますけれども、そうではありません。小池代表を率いる希望の党は安保法制推進、9条を含む憲法改正という点で自民党と全く違いがございません。この間の党首討論でもほとんど違いはありません。代表が語っております。安倍首相も理念は共通していると述べております。こうすると今度の選挙は3局ではなくて2局の戦いということになります。希望の党が生まれ、東京都知事の小池百合子さんが代表になった瞬間は安倍政権の受け皿として極
希望が広がりました。しかし民進党の議員に対して全員受け入れることはさらさらないと公言し、安保法制と改憲で埋め合を踏ませて選別をする、これを見た国民の皆さんは一気に失望しました。また野党第一党で野党共闘を進めてきた民進党が国民を裏切って希望の党に吸収併合されました。多くの皆さんが民主党に裏切られたと言われていましたけれども、筋を通した人たちが立憲民主党を立ち上げました。今新しい野党と市民の共闘が発展をしております。私たち日本共産党は全国の選挙区でできるだけ野党候補を一本化をするという努力を進めてまいりました。この愛知では1区、3区、5区で立憲民主党の吉田恒彦さん、近藤昭一さん、赤松博子隆さん、野党統一候補として戦います。必ず勝ち抜きたいと思います。同時に今度の選挙で安倍政権と正面から対決をし、野党共闘を進める日本共産党の躍進がどうしても必要であります。今度の選挙の主戦場は比例代表選挙であります。私たち日本共産党は比例東海ブロックで現有2議席から3議席以上に躍進をする、そのために愛知で43万票、東海ブロック4県で96万票を実現して比例第3党に挑戦したいと思います。皆さん、候補者は前職の本村信子候補、島津幸宏候補、新人として中野武候補、大野博光候補、そして山越徹候補、この5人の比例候補を擁立して戦います。皆さん、ブレない党、野党共闘に筋を貫く日本共産党に新たな期待が生まれています。ある自民党支持者の方が、安倍はダメだと、今度は比例は共産党だと、民進党の支持者だった方は民進党に裏切られたと、もう共産党に頑張ってもらうしかないと、期待が大きく広がっております。皆さん、投票日まで比例は日本共産党と書いていただく方を広げに広げて、必ず大躍進を勝ち取ろうではございませんか。最後までのご支援よろしくお願いいたします。皆様、この出発式には県内各分野の日本共産党後援会から参加をいただいております。役員さんの紹介をします。労働者後援会会長、呉松彩一さんです。女性後援会代表世話人、小松民子さんです。そして中小業者後援会会長、服部森信さんです。愛知の日本共産党後援会を代表いたしまして、羽根克明愛知県後援会長、お願いします。皆さん、暑い中大変ご苦労さんです。いよいよ総選挙公示日を迎えると、身も心も引き締まる思いでございます。県後援会はこの総選挙、党と一体となって日本共産党の躍進のために全力を尽くして戦い抜くことをまずもって申し上げるものでございます。今度の総選挙、いろいろ騒動もありましたが、
ていない。数々の暴走を続けてきた安倍政治、これをストップさせ退場させる、ここに本質があります。皆さん、安全保障法制に反対し、そして立憲主義の回復を求めた市民と野党共闘の大きな流れ、この流れと安倍政治とそれを補完する勢力の真っ向対決であります。皆さん、消費税の引き上げに反対する方々、そして戦争は絶対に嫌、9条改悪に反対する方々、核兵器をこの世界からなくそうという方々、これらの方々は全て日本共産党に支持をいただける方でございます。皆さん、全国は一つ、比例を軸にを合言葉に、この愛知で43万票、東海ブロックで3つの議席、小選挙区での躍進を勝ち取るために最後の最後まで頑張り抜こうではございませんか。以上申し上げまして、後援会の決意表明といたします。頑張りましょう。皆さん、今度の総選挙は市民と野党の共闘を発展させ、安倍暴走政治を退陣に追い込み、新しい政治を作る選挙です。今日も市民連合の皆さんがこの宣伝館の前に応援に駆けつけてくださいました。ありがとうございます。それでは、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合アット愛知の玉置文也さんに連帯のご挨拶をいただきます。皆さん、こんにちは。市民連合アット愛知呼びかけ人、大学生の玉置文也と申します。よろしくお願いします。どこの政党にも属してないこの僕がこういう上に立って話すというのはすごく不思議な感じがしまして、今日はとっても暑い中でちょうど日陰のところに皆さんがいらっしゃるのがよく見えます。はい、で今日はですね、いよいよ衆院選の公示日ということです。たくさんの争点はあると思います。僕は学生ですが、奨学金の問題やバイトの賃金のことなど、身近なこうしてほしい、そういう思いを投票に、そういう思いを持って投票に行きたい、そういうふうに思っています。しかし、そうした数々の問題は立憲主義というものが、守られての下での議論のはずです。それが今はどうでしょうか。安倍政権ができてからこの間、立憲主義に反する、そしてそれを壊そうとする動きが続いています。秘密保護法、安保法制、共謀罪、それらをはじめとする違憲立法などを挙げればキリがありません。安倍総理は成果を強調して、まあ俺たちはこんなに成果を出したんだとか、昔よりこんなに数字が良くなったんだとか、こういう言葉を聞いて僕はいつも思うことがあります。そこに僕たちはいるんでしょうか。そこに生身の人間はいるんでしょうか。数字だけが経済成長なんでしょうか。経済成長は絶対良いことなんでしょうか。僕はそういうふうには思いません。数字だけの成長はみんなの幸せではありません。そしてそんなものよりもっと大事なものが僕らにはあります。それは一人一人違うと思います。でもそれは亡くなった時に気づいては遅い、そう思います。だからこそ僕はいろいろとこういうところに立つとやっぱり素人で緊張もしますし、怖いという感じもありますが、でもこうやって動いています。それでも、僕個人のことを言わせていただきますと、まあ政治には絶望をしてきました。少なくとも
今までプラスのこととして考えることは捉えることはできませんでした。でもその絶望を、その政治を何とか良い方向に変えたい、そう思って2年前の安保法制の機にこういった行動を始めました。その道は長く今も続いています。どれだけ頑張っても安倍政権は続くし、なかなか前へ進んでいる実感はありませんでした。それでも前の参院選においては、共産党をはじめとする野党が手を取り合って全国で多くの当選者を出すことができました。僕はこの市民の力を信じています。そしてこれをさらに力強く進めていくことを希望します。市民連合アット愛知も今回の選挙、立憲主義を守る、そんな候補者を応援します。日本共産党はそんな動きを中心的に今まで進めてきてくださった政党です。現にこの選挙でも1区、5区等で候補者を下ろし、野党の共闘を進めていくということをしてくださっています。そして比例でも絶対に躍進していただきたい。そして真の意味で補完勢力ではなく、真の意味で安倍政権を止めてもらいたい、そういうふうに強く願っています。ありがとうございます。激動の選挙となるでしょうが、主役はあくまでも政党ではなく僕たち市民です。そしてその思いをつないでいただくのが政党だと、そういうふうに思います。力いっぱいこの選挙を戦って、最後にはやはり安倍政権を倒していい結果で終われるよう、僕たちも全力で頑張ります。共産党の方々にも頑張っていただいて、最後の最後まで戦い抜きましょう。ありがとうございました。この比例愛知出発式には、名古屋市内の日本共産党の小選挙区候補が駆けつけています。紹介します。愛知2区、酒井健太郎候補です。暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。名古屋市千種区、名東区、守山区からなる愛知2区で立候補いたしました、酒井健太郎です。どうかよろしくお願いいたします。希望の党なる政党、急遽出てきました。しかし国民の希望を託すには当たらない、そんな党だともう明らかではないでしょうか。私は国民の希望たるとは憲法だと、日本国憲法だと、そう思います。2015年の安保法制の戦い、私も国会前で、あるいは名古屋でその戦いに加わり、そうした中で聞かれたのは安保法制反対、この言葉とともに憲法を守るでした。憲法を守り生かす、この当たり前の政治、今こそ作っていかなければいけない。個人の尊厳、一人一人の尊厳ある生き方を、暮らしをと、こんな素朴な、そして時に子供じみたと、そう笑われるような、そんな考えが市民の皆さんの心をつかみ、その実現のために行動を起こしている、こうしたことに応えてこそ日本の政党、政治家だと私はそう思います。私の選挙区愛知2区は自民党希望の党、そして私共産党の酒井健太郎、この3者での戦いとなります。憲法を守り生かせ、この声を託していただけるのは、この声を国会へと届けられるのは私だけだと、そう自負し、愛知陸中の憲法守り生かせの声、すべて残らず集め切る、この決意で全力で頑張ってまいります。どうか皆さんにも、比例は日本共産党と、そして愛知陸では私酒井健太郎と、どうかご支持ご支援ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、愛知4区、西田敏子候補です。皆さんこんにちは。12日前に立候補を決意し、今日この場で皆さんにお伝えさせていただいております。愛知4区、日本共産党の西田敏子です。どうぞよろしくお願いいたします。
愛知4区は市民と野党をつなぐ会の方、ママの会の人、こういった人たちをはじめとし、安保法制を廃止したい、立憲主義を取り戻したい、憲法9条を守りたいという市民の皆さんと一緒に野党共闘4区市民アクションというのを立ち上げて1年間にわたり活動してまいりました。候補者が決まったかなと思ったら突然の裏切り、このことによって私の気持ちはもやもやムカムカ、そういったところで決意をさせていただきました。ありがとうございます。私の原点は憲法9条です。中学で憲法を学び9条を知って、これは日本人としての誇りだとそう思って生きてまいりました。大人になって家庭を持ち子供を産み育てる中で、新日本婦人の会で子育てサークルや趣味のサークルを楽しむとともに平和運動に取り組んでまいりました。核兵器廃絶の広島長崎のアピール署名を集める、こういった活動、そしてさらに最近では東日本大震災の福島原発の事故以来、原発なくそう提灯パレードというのを1ヶ月に1回行っています。さらに安保法制戦争法が国会で審議され始めた時に戦争法反対熱田の会というのを立ち上げて、毎月2回スタンディングやリレートークを行わせていただいております。皆さん愛知4区ではっきりと安保法制戦争法を廃止し、立憲主義を取り戻す、さらに憲法9条を守ると訴えられるのは私西田敏子ただ一人です。皆さんの願いを受け止めて市民の皆さんと一緒に頑張る候補者として走り抜いてまいります。どうぞ皆さんのお力で西田敏子国会を送り出してください。そして比例は日本共産党と政党名でのご支援お願いをいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。いよいよ総選挙の日本共産党躍進の先頭に立って戦う比例候補の決意表明です。まず名古屋北西地区委員長の大野博光比例予定候補です。比例予定候補ではなく比例候補の大野博光です。愛知県中駆け巡り、東海4県駆け巡って日本共産党の支持を大きく広げ、必ず私まで国会に駆け上る決意です。どうぞよろしくお願いします。今こうした街頭で訴えておりますと、どこでももういい加減にこの政治を変えてほしい、野党は力を合わせて安倍さんの政治を倒してほしい、小池さんもあんなことしんと都知事の仕事に専念すればいいんだわ、こういう声をたくさん寄せていただきます。そしてやっぱり野党が力を合わせてこの政治を変えるために頑張ってほしい、こういう声をたくさんいただきました。私はこの声に応えて愛知1区で私自身が出馬を予定していた小選挙区からの立候補を取り下げて、立憲民主党の吉田恒彦さんを全面的に支援をし、小選挙区でもこの中区が地元になりますが、愛知1区から憲法を守り平和を守る議席を取る、そして私自身も比例代表で国会に駆け上がり、この愛知1区から憲法を守り平和を守る議席を2議席取ろうじゃないか、この決意で頑張りに行きます。私がこの決断を発表して直後にツイッターで大変ありがたいつぶやきがありました。日本共産党愛知1区予定候補だった大野博光氏、先の地方選で
空白の愛知県議に鷲野さん、名古屋市議に青木さん、西山さんを当選させた強者の地区委員長、ちょっと自分で言うのも照れくさいんですが、愛知1区の中で市民と野党の共闘を最も理解していた人、理解しているがゆえに身を引いた、必ず比例で国会に送り届けたい、この期待の声に応えて絶対に国会に駆け上がらなければならないと思っています。私自身は今から30年ほど前、チェルノブイリの原発事故が起こったときに、こんな原発の事故を絶対に日本で起こしてはならない、そういう思いで原発問題愛知県連絡センターを作ろうと、当時の中電の労働者の皆さんや大学の研究者の皆さん、市民団体の皆さんと一緒に原発問題愛知県連絡センターを結成し、初代の事務局長として30年にわたって原発の危険に反対する原発ゼロを求める運動を進めてまいりました。私たちが運動を始めた頃は、まだ中部電力は三重県の芦浜原発を建設する計画を進めていましたが、現地の運動と力を合わせて芦浜原発の建設は断念させることができました。浜岡原発1、2号機も東海地震の予想震源域のど真ん中にあるにもかかわらず、その耐震設計審査をきちんと受けていない、この問題を繰り返し中電に足運んで追及し、とうとう 1,2 号機は廃炉をさせるという画期的な成果を上げることもできました。今度は国会に送っていただいて、日本が解決しなければならない大問題の一つ、福島原発の事故の後始末、今再稼働なんかやってる場合じゃないんです。そういう技術者を全部福島に集めて、この事故の後始末をやることが政治の一番大事な仕事だと私は考えます。どうか今度の総選挙で私を国会に送っていただいて、この福島の後始末をしっかりやる仕事をやらせてください。そして日本の原発ゼロにするために全力を挙げて頑張る決意を申し上げ、私の決意表明としています。ありがとうございました。続きまして、党準中央委員、三重県副委員長の中野武史比例候補です。ご紹介いただきました比例代表候補の中野武史です。どうぞよろしくお願い申し上げます。いよいよ安倍政権を退陣に追い込んでいくチャンスの選挙の始まりです。この選挙の直前に市民と野党の共闘に逆流が持ち込まれました。しかしこれを巻き返してさらに力強い流れを作り出す中で、この総選挙が始まります。この選挙において市民と野党の共闘の勝利と日本共産党の大躍進を勝ち取るならば、この市民と野党の共闘は戦いによってさらに鍛えられ、今度は日本の政治そのものを大きく作り変えていく、より力強い強固な市民と野党の共闘に発展することは間違いありません。何としてもこの市民と野党の共闘の勝利と日本共産党の大躍進を勝ち取っていこうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。私はこの選挙においてとりわけ正社員中心の安定した雇用の実現、そして中小零細業者を含めた労働者の抜本的な賃上げを掲げてこの選挙戦を戦います。格差と貧困が広がっていますが、その一番の根源には非正規雇用の拡大があります。そして消費税の増税の是非が問われますけれども、しかし国民の所得を増やすことなしに経済を立て直すことも安定した税収入を増やすこともできません。ですから
私はまず何よりも派遣労働は一時的臨時的なものに限定をする派遣法の抜本改正によって正社員中心の雇用へと切り替えていくために全力を挙げます。合わせて中小零細を含めた労働者の抜本的賃上げも極めて大事です。私そのためにも大企業と中小企業との間に例えば公正な単価保証をするこういうルールを確立をし、そしてすでにアメリカやヨーロッパでは中小企業と支援と一体に抜本的賃上げを勝ち取っています。ところが皆さん、今の日本の賃上げ予算はわずか100億円しかありません。これ抜本的に引き上げて例えば社会保険料の事業主負担を軽くすることによって中小零細を含めた抜本的な賃上げを皆さん勝ち取っていこうじゃありませんか。私は人間らしく働けるこの社会を実現することを原点に活動してきました。大学を卒業してからスーパーで働きまして8時間労働だったのは研修期間の1週間だけです。あとは朝6時半に出勤をしまして8時か9時までぶっ通しで働きました。1ヶ月にしますと90時間残業してほとんどが不払い残業、この経験が元になっています。先日もあの電通裁判の判決が出ましたけれども、あんな皆さん、ああいうことを二度と起こしてはなりません。こういうもとには長年続いてきた自民党政治と大企業の利益最優先という政治があります。ここを大元から根本的に変える、この日本共産党を伸ばすことが政治を変える決定的な力となります。ぜひとも市民と野党の共闘の勝利とともに比例代表選挙でぜひ日本共産党とお書きいただき、さらに支持の輪を一回り一回りと大きく増やして3議席からさらに大野さん4議席へとさらに5議席へと大きく大躍進を勝ち取っていく選挙にしていこうではありませんか。私も全力挙げる決意を申し上げましてご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。次に前回総選挙で初当選しこの3年間国民と愛知県民の声をまっすぐに国会に届け大活躍をしてまいりました2人の前衆議院議員の候補者を紹介します。まずはじめに島津幸宏候補です。皆さんこんにちは。比例候補前衆議院議員の島津幸宏です。いよいよ選挙が始まりました。私の母は女手一つで私と妹を育ててくれました。母は朝早くから夜遅くまで働いていたけど本当に生活は楽になりませんでした。私母の背中を見て母のように真面目に働く人が報われる社会、みんなが報われる幸せになる社会を願って、これが私の政治家としての原点です。しかし皆さん、今の安倍政権はどうでしょうか。アベノミクスで格差と貧困を広げる、挙句にお友達のためには政治をゆがめて至れり尽くせりの応援する、私はこんな政治絶対に許せません。今度の選挙は絶好のチャンスです。市民と野党の共闘の勝利、そして日本共産党大躍進で安倍政権必ず退陣に追い込んでいこうじゃありませんか。今日の大姿勢で私原発の話をするつもりに来ても大野さんがしたんですけども、しかしどうしても私この原発の話したいのですのでご理解願いたいと思うんです。ご承知のように私静岡県に住んでいます。静岡県には浜岡原発があります。前回私は浜岡原発再稼働反対の声をオール静岡の声に、オール東海の声に訴えて国会に送っていただきました。ですから最初の質問は
この浜岡原発を取り上げました。皆さん、あの福島の原発事故が起きて、当時の政府が全国の原発でただ一つ浜岡原発だけ政府の要請で運転を止めました。なぜでしょうか。東海地震の想定震源域の中に立っている原発、南海トラフ巨大地震の震源域に立っている原発、世界一高い世界一危険な原発だから政府が要請して運転止めたんです。私、静岡県に歩いていましても、ちょっと地震で揺れると東海地震が来たんじゃないか、浜岡は大丈夫か、いつもゾッとする、こういう話聞きました。私も大きな揺れが起きると福島のようにならないかと心配します。私は国会でこの声を政府にぶつけて、浜岡原発の再稼働などもってのほかじゃないか、こう追及しました。ところが政府の答弁は、浜岡原発も他の原発も同じなんだ、新しい規制基準に合格すれば運転を再開する、再稼働するというんです。しかし皆さん、新しい基準といっても福島原発の事故の原因もまだはっきりしていない、その教訓を踏まえた基準じゃないんです。そして何より、規制委員会の委員長が安全基準をクリアしても重大事故が起こる可能性があると言っている。私、事故を起こした福島原発に2度行きました。原発がある浪江町、道路を挟んで大きな看板がかかっていました。原子力、正しい理解で豊かな暮らし。そしてその看板の下にある民家も商店もそのままの状態で何事もなかったように立っています。ところが人っ子一人いない、まさに廃墟のような状況。私、本当に衝撃を覚えました。原発は絶対に再稼働させてはならない、事故を起こさせてはならない、日本から原発なくさなきゃならない。皆さん、暑い夏も寒い冬も原発なしで乗り越えてきたじゃありませんか。太陽光、自然再生可能エネルギー、このエネルギーを思い切って発展すれば原発なしでもやってくるんです。原発、浜岡原発再稼働を許さず止めたまま廃炉に、全国の原発ゼロ、この声大きく上げていこうじゃありませんか。選挙でこの東海ブロック21人の議員がいます。しかし直ちに原発ゼロ、これを訴えているのは日本共産党の2議席だけです。新しくできた希望の党も2030年までに原発ゼロと言っていますけども、驚くことに小池代表の口からは原発の再稼働を容認する、こんなことが出てくるんです。これで任すわけにはいきません。皆さん、今度の選挙、野党と市民と野党の共闘、必ず勝利をさせる。そして何より、直ちに原発ゼロを抱えている日本共産党の議席、何としても増やしてください。比例代表、この東海ブロック、私と本村議員の2議席、これに3議席、そして原発の問題では頼もしい味方、大野さんまで必ず送って、2人で浜岡原発の問題、原発ゼロの問題、追及するために働かせてください。最後までのご支援、心からお願いいたしまして、私の決意表明のご挨拶といたします。ありがとうございました。続きまして、愛知県出身、前衆議院議員の本村信子候補です。出発式にお集まりの皆さん、私は皆さんのおかげで2年と9ヶ月、国会に働かせていただきました。まずそのことを心からお礼を申し上げます。いよいよ2期目の挑戦でございます。絶対に負けるわけにはいきません。外したバッジを必ずつけて仲間を増やして国会に駆け上る決意でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。私は国会で71回質問発言をいたしました。その中で安倍首相と対決をしたのは3回あります。その1回がテレビ質問、リニアと地方路線を守る問題です。巨額の大儲けを上げている JR 東海には3兆円もの公的資金を投入し
しながら、一方でもともと分割民営化の時に赤字だと分かっていた JR 北海道が今半分の鉄路が廃線になる危機がある。分割民営化の時に自民党は全国紙で北海道新聞でもローカル線はなくなりませんと言ってたじゃないかと、嘘をついたのかと安倍首相を追及いたしました。安倍首相は JR 北海道四国貨物はしっかりと支援しますと答弁をし、そしてそのことは北海道新聞の一面にも載りました。しかし実際にはどうなのか。今年度来年度の予算案概算要求の予算を見てみますと、 JR 北海道や四国をしっかりと支援する予算は一つたりとも入っておりません。結局安倍首相がやっていることはテレビではいいことを言うかもしれない、しかし実際にやっていることは強いところ、お金があるところは支援をして、弱い立場の方々や地方を自己責任と切り捨てるという政治ではないでしょうか。年金や医療や介護を悪くしておきながら、その上に生活が苦しいと言っている方々にまた消費税を 10% 増税し、その一方で大企業は減税、こんな政治はおかしいのではないでしょうか。 1% のための政治ではなく、 99% の私たちが手をつないで連帯をして声を上げて力を合わせ未来を開く、ポスターのような選挙にしていこうではありませんか。そしてもう一つ、私が安倍首相と追及したのは、日本の自衛隊がアメリカ軍、イギリス軍、オーストラリア軍を支援するアクサ協定の問題です。このアクサ協定は安保法制戦争法を具体化する中身で、アメリカ軍などに対して弾薬の提供や今にも爆撃に行こうとしているアメリカ軍などの戦闘機に空中で小牧基地の空中給油機が給油をできる、そういう中身になっております。私はあのイラク戦争の時、自民党や公明党の当時も政権でございましたけれども、この名古屋の皆さんをはじめ愛知県東海エリアの皆さんが中心になって訴訟をした、その訴訟の中でイラク現地でアメリカ軍を武装したアメリカ軍をピストン輸送する活動は憲法9条1項に違反する、この判決を勝ち取ったんだと、この判決を重く受け止めるべきだと安倍首相を追及いたしました。安倍首相は何と答えたか。憲法違反ではないと言い張りました。イラク訴訟のあの判決を軽視するような発言もいたしました。私が安保特別委員会で防衛大臣、外務大臣に追及した時も、明らかに憲法違反の活動も憲法違反じゃないと言い張りました。明らかに憲法違反の活動も憲法違反じゃないと言い張れば、それがまかり通るような政治を私は主権者の一人として許すわけにはいきません。自民党や希望の党や維新の党が憲法9条を変えると言っています。体制翼賛会のような国会を絶対に許すわけにはいきません。今憲法の危機、そういう時にあの戦争の時代も命がけで戦争反対を貫いてきた日本共産党が負けるわけには絶対にいきません。どうか憲法を守る議席を増やしてください。憲法を守る日本共産党、私とそして島津幸宏さん、中野武さん、そして愛知の大野博光さん、そして岐阜県の山越徹さん、5人を勝ち取らせていただきたい。そしてここにいる小選挙区をはじめ1区から15区、市民プラス野党の候補立たせようではありませんか。みんなの力で希望を開く、希望の党ではなく未来を開く、そんな選挙にしていくために私も
かかる石山純一愛知県書記長の発声で総選挙勝利を目指し団結頑張ろうを行いたいと思います。ご唱和よろしくお願いいたします。皆さんそれでは団結用意、野党と市民の勝利、日本共産党躍進勝利で安倍首相を